西山光明は、日本の実業家。日立製作所、代表執行役最高財務責任者を経て、日立金属代表執行役会長兼、社長兼最高経営責任者。宮城県仙台市生まれ。1979年、東北大学経済学部卒業、日立製作所入社。1990年、ジョージア州立大学、経営大学院卒業、MBA。 1994年日立アメリカ社ダイレクター。1998年日立 PC、コーポレーションシニアバイスプレジデント &CFO。2003年、日立グローバルストレージテクノロジーズ社シニアダイレクター。2008年日立製作所財務一部長。2011年日立厳選執行役 CFO。2013年日立金属事業役員常務、電線材料。 カンパニープレジデント。2015年日立製作所、執行役上無財務統括本部長。2016年日立製作所代表執行役、執行役専務 CFO 兼財務統括本部長。2020年から日立金属代表執行役執行役会長兼、社長兼 CEO を務め、品質不正問題への対応などに当たった。財務のプロ、西山。 日立製作所 CFO に聞く9.4兆円企業のリストラとガバナンス全編ダイヤモンドオンライン2018.9274時50分西山光明からダイヤモンドハーバードビジネスレビュー日立金属必要な検査せず出荷など不正で社長ら5人が退任 NHK ニュースウェブ 日立金属会長 CEO に、日立の西山 CFO 日本経済新聞2020年1月31日14時48分、日立金属検査データで、品質不正自動車、部材、10年以上継続東京新聞2020年4月27日20時12分、日立金属特殊鋼と自製材料製品で、検査不正成績書や製造工程を、 改ざん10年以上続く日刊自動車新聞2020.0428ありがとうございます。